皆さんこんにちは、ゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日は横浜ハンズゴルフクラブにあります会員制アプローチ練習場に来ております。はい、全長はですね、こっから一番奥の山に向かってはですね、約40ヤードほどあります。まあ、いわゆるグリーン周りのね、近い距離の練習ができるといった、ようになっております。まあ、どっから打ってもいいので、このラフの深いラフからね、練習したりとか、本当にグリーンの近くから練習したりとか、そんなこともできます。バンカー練習もこのピンまで近い距離で練習することができます。そしてこちら登っていきますと、ここもですね、同じくそのアプローチ練習場のその会員が練習できるところ、会員専用スペースのですね、パッティンググリーンになっております。まあ、ちなみに会員になると練習し放題なんで、月曜定休日を除いてはもう毎日来ても何時間いても結構です。はい、こちらは去年の秋にできたばかりで、まだ新しいパッティングね、練習場になっております。人工芝ですが、とてもいい人工芝をね、使ってますんで、だいたい 9.5 フィートくらいかな、10フィート近く、あって転がりがいいような感じで、この右側、画面右側がちょっと低くなってて、左が高くなってるといった、アンジュレーションもありますので、曲がるラインなんかも練習できます。はい、で周りはこんな感じで、ちょっとこうね、時々水が流れてきて、せせらぎと言いましょうか、心も体も癒されます。はい、ね、癒されてますね、ほら、はい、癒されてます、はい、すごく楽しそうですね。はい、といった感じの、こちらパッティング練習場となっております。そして最後に紹介させていただきます、このアプローチエリア、何やら深い穴が開いております。一体誰がこんなところ練習するんだという、約3メートルから4メートルほどある高さのバンカー練習でございます。こんなバンカー日本にはなかなかないんじゃないですかね。今日はこの高い壁のバンカーに私が挑戦させていただきたいと思います。ではチャレンジしたいと思います。ハンズバレーはもうできて3年くらい立つんですけど、できた当時はチャレンジしたんですけどね、それぶりくらいです。2、3年ぶりにチャレンジします。ここ分かりますかね、この高さ。高さは問題じゃないんですけど、この近さですね。このね、壁までもう 1.5 メートル2メートルくらいしかないんで、果たして出るんだろうかという、ね、ここに来るとなんか出る気はしないんですけど、ここね、よし、一応やってみましょう。フェース開いて、上からパンって感じ。失敗。ちなみに今年から自分の体に当たっても無罰になりましたんで、はい、よし、もう一丁。ちょっと軽く左足上がりのところに置けば出るかな。出ましたね。出た出た、よかった、出て。結構ギリですね、でも今のもね、はあ、ライが良くないとまず出ないでしょうね、これは。はあ、58度の今サンドウェッジを使って打ってます。3メートル半くらいあるのかな、どうだろう。上からパンっていかないとダメですね、左足体重で。紙一重な戦いですわ、これは。ハンズゴルフクラブは毎年3月にですね、ゴルフ界 の有名人、著名人というか、こちらにいらっしゃっていただいて、講演会をね、行ってくださるんですが、今年は岡本彩子プロがいらっしゃって、去年は中島恒之プロですね、その前は、藤田裕之プロですね。はい、藤田プロもこちらでデモンストレーションを行ってもらってですね、このバンカーショットをやっていただきました。もちろんね、出てましたけどね、はい、藤田プロもやったバンカーですって感じ。いや、これ厳しいな。おお、なんか壁に当たって出た感じかな、今ギリ。実際にこの高さのバンカーはなかなか日本にはないんじゃないかなと
思いますので、まあ、そのロブショットの腕試し、力試しっていう感じですね。これね、上から入れて、おー今うまく出ましたね、はあ、ギリギリですね、ギリギリですね。ここがね一番高くなってますね、狙うところで、はあ、こっちちょっと低くて、こっちもちょっと距離があるんで、こっちだと結構余裕な感じですね。ちょっとやってみましょうか。これは全然出るなって感じしますね。近くないんで、壁が3メートルくらい距離はあるんで、上にこれ全然余裕って感じ。問題はこの平らなところにおいて、この近さでね出るかどうかっていう。ライが良くないと出ないし、バンカーはちゃんとライを見極めないと打ち方違いますよっていう。出ましたね、パンって今いい音しましたね、パンって。バンカーショットのうまさはもう音で分かりますね。バンスがうまくこう地面にパン跳ねてるかどうかみたいな。ということでラストはちょっとライがいい感じでね、この近い距離に挑戦したいと思いますね。何打で出るか、ここにこう入ったと想定して、実際に入ったら一発で出ないともう相当アウトですね。大変です、大ピンチ。オッケー、ああ、おお、こうなったらもう二打罰で最初からバンカーから出しときゃよかったよねってなりますね。新ルールを適用した方がいい、皆さん無理せず新ルールは使った方がいい。これは距離があるんで出そうですね、はあ、ちょっと左足下がりですけどね。あーやっぱり高さが足りない、そして壁が近い、厳しいっす。壁にぶつけてうまく出るパターンでいきましょうか。壁が近くてもちょっと左足体重じゃないとね難しい、まあ、無理っすね、全然出る気配なかった。いやーこれ厳しいぞ、ライが厳しいです。これライ、ボールの状況が良くないとやっぱ出ないですよ。こう上に上がんないですからね。はい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 、おーまた左足下がりです。これは厳しいですね、厳しいですね。これなのでそうだな、本番では多分やんないですけど、一回左足上がりのライに刻むみたいな、わかります？今30センチ打ちました。いいライに刻んで、今のライじゃ出ないんで、いいライに刻んで出せる。そうすれば2打罰払うよりかは1打得する。さあ頑張れ、ほら作戦成功という作戦もありますけど、なかなか一人っていうか、なかなか今の試合ではもう一か八かですね。二打罰払って潔く出すか、一打ここでちょっと出しそうなところにちょっと打つって、あえてそこに打つっていう、ちょっと今思いつきでやっていましたが、今のは成功しましたね、はい。ということで今日はハンズバレー会員制アプローチ練習場からお送りさせていただきました。こんなところから失礼いたします。ありがとうございました。